ブレーメン系ブレーメン市電 GT6N 型電車 GT6N 型はドイツブレーメンを走るブレーメン市電が1989年に導入した路面電車。ドイツの漫画製造した車体全体が低床構造となっている世界でも最初期の100%超低床電車でドイツや日本の各都市に導入されているブレーメン型の第一号となった。この項目では 1993年から製造された量産車である GT8N 型についても解説する。1980年代以降、ヨーロッパ各国では電動機を搭載した動力台車以外の部分を低床構造とした部分超低床電車の開発、製造が進み、ドイツやフランス、スイス、イタリアなど各国の都市に導入された。しかしこれらの電車は車内に、 段差や傾斜路があり、収容力に難があるほか、車内で料金徴収を実施する場合に乗客が高低差がある空間を通過しなければならない欠点が存在した。そのため、段差なく車内を行き来できる車内全体が低床構造の100%超低床電車が求められるようになった。そこで1986年、マントキーペは、 ブレーメン氏の協力の下で独自に超低床電車の開発を始め、1989年に試作車が完成した。これが GT6N 型である。ステンレスコーで製造された車体を用いる3車体、連接車で運転台や乗降扉は片側のみに設置されている。台車は各車体の下部中央にボギー台車が1機ずつ設置されている。 車内全体の床面高さを 350mm に抑えるため、台車は車軸を有さない直径 650mm の左右独立式車輪を用い、車内における通路を確保している。そのため、主電動機は台車ではなく、各車台の床下に搭載されており、カルダンシャフトや2段減速歯車装置、ねじれ軸を介して一組の車輪に動力を伝える。 車体走かカルダン駆動方式と呼ばれる駆動方式を採用している。各車輪はボルスタレス式となっており、枕バネや軸バネにゴム製バネを用いることで通過可能な最小曲線半径を15メートルとしている。空冷式の主電動機はコイルバネや空気バネを介して走過され、車体の振動が伝わるのを防ぐ。プレーメンで 生体保存されている GT6N 型1990年1月10日から営業運転に導入された GT6N 型はブレーメンでの運用に加えて最初期の100%超低小電車として各地の路面電車でのデモ走行が実施された。走行実績はボン、ベルリン、マクデブルク、シュベリンなどドイツ国内にとどまらずストックホルム、ヨーテボリ、ワルシャワ、クラクフ、 アムステルダムといったヨーロッパ各国にも及んだ。その中にはベルリンのように同系車両の導入を決定した都市も存在する。登場当時の車両番号は801であったが GT8N 型の登場に伴うブレーメン市電の全車改番により1992年以降は3801に変更された。1998年にスウェーデンのショーピングを 走るノーショーピング支電へ譲渡され、現地の塗装に塗り替えられた上で使用されたが、電圧が直流 600V から 750V へ昇圧されたことに伴い引退した。2011年にブレーメン支電へ返却されて、以降は路面電車博物館で保存されているが、塗装はノーショーピング支電時代のものが維持されている。GT6N 型の試験結果や営業実績を受け、 旧型電車置き換えのため1993年から1996年まで78編成が製造された量産車。GT6N 型よりも車体数が増えた4車体連接車で全面をはじめとする車体デザインにも変更が施された。事故により廃車になった3017を除く77編成が在籍しているがブレーメン市電の路線延長。 増発による走行距離の増加に加え、2013年頃から軸受け部分をはじめとする台車の故障が増加したことを受け、2016年以降更新工事が実施されている。ブレーメンシデン GT8N 型電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。